ストリートファイター2に登場するキャラクターの説明をしていきたいと思います。次はエリンギ頭で有名なガイルについてです。ガイルも実はアメリカ出身のキャラで、こちらは80年代の軍人がモチーフになっております。ちなみに特徴的なエリンギ頭ですが、ジョジョの奇妙な冒険第3部に登場するポルナレフというキャラがモチーフと言われています。 私も初めて見たときは、ちょっと似ているかな程度の認識だったのですが、ガイルの記事を見ていたら、モチーフがやはりそれだったということを知り、やっぱり似せていたんだなぁと驚きました。そしてコマンドですが、一定時間レバーを倒しっぱなしにするためと呼ばれるものなので、初心者には少し難しいキャラだと思います。しかし、通常技のキックがある程度リーチがあり、後ろ溜め前、プラスパンチボタンで出るソニックブームが出せなくても、しゃがんで中キックを押すだけで牽制ができます。さらに、対空を、 しゃがんで大パンチボタンを押すと上に強いアッパーができるので、こちらも下ため上プラスキックボタンを出せるサマーソルトキックができないとしても通常技のみで立ち回れます。これだけでも十分強いこのガエルですが、第1回で説明した間違える戦法はノーリスクハイリターンなのです。コマンドができる人はその名の通り画面端で相手が来るのを待ってソニックブームを打ち続け、 ソニックブームをジャンプで飛び越えてきたらサマーソルトで落とす。それを繰り返す戦い方が一番安定して勝てるので、通常技を出して相手を、相手に触れるより、その戦い方をするプレイヤーが流通しました。しかし、こういった間違える戦法を崩す方法があり、サマーソルトが当たる少し手前で垂直にジャンプすることで、 サマーソルトを誘い、ジャンプしたと思ったガイルは、当たらない距離でサマーソルトを振ることになり、多大な隙を見せます。こうして間違えるは、対策する方法があるのですが、上級者はしっかり画面を見ている人が多いので、垂直ジャンプを見てサマーソルトを打たない人もいるということを忘れてはいけません。そこで生まれる読み合いも、ストリートファイター2などの格闘ゲームの醍醐味と言えるでしょう。ちなみに、このストリートファイター2で猛威を振るっていたガイルですが、 次回作でやるストリートファイター0その次のストリートファイター3では出番なしストリートファイター4でやっと出番があったと思いきやコマンドが増えておらず未だ2つしか持たないという不遇なキャラになっていますということで今回はガールでした恋メリットインパクトのあるキャラですがストリートファイターシリーズにはあまり出ていなかったんですねこの動画を見て気に入ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします